星名忠史駅は、上佐サ野藩の第10代の藩主、江戸幕府の幕末の若年より、天保4年2月2日、第9代藩主、星名忠史の三男として、江戸で生まれる。はじめ病弱なために、正妃は幕府に出生届を出さなかったが、長男と次男が相次いで創生したため、天保7年に出生届を出している。このため、後下4年に正師となり、 家営元年に、政妃が死去したため家徳を継いだ。家営3年12月、受講した、壇上中に除任される。大阪カバンや日光祭礼奉行など所役を歴任し、家営6年のペリー来航では、裏側の警備を務めた。文久3年、大阪定番に任じられる。慶応2年5月には、若年寄りに任じられ、同年からの第二次長州征罰では、関州口における、 幕府軍を指揮した。慶応3年1月、江戸へ戻り、7月に若年寄りを辞任する。慶応4年の母親戦争では、新政府に強順するためと、前将軍、徳川義信の除名を求めて入居しようとしたが、親戚にあたる合図藩主、松平片森が徹底抗戦の構えを取ったため、4月から連座によって、京都来たので、謹慎処分となった。 これに対して、聖域は、幕府側に組みした家臣を処刑したため、6月19日に、罪を許された。明治2年6月の藩籍法官で、飯野藩知事に任じられる。明治4年7月の廃藩知見で免職された。1884年7月8日に死者を除釈した。明治21年1月23日に死去した。去年56。妻は、伊達宗忠ただの七女,女。 節子。長男が創生し、次男、美奈次郎が、楠田秀夫の長男、新八郎の婿養子となったため三男、正明が志士となる。正明は、北白川宮義久新郎の第三王女をめとり、貴族院議員となった。長女の安子は、三菱財閥の三代目、総帥、岩崎久也に、次女の久子は、海軍軍人の佐野常和に、三女の賢氏は、 箱根底倉温泉旅館、津田屋にそれぞれ嫁いだ。長女、安子の長女は、エリザベス・サンダースホームの創立者、沢田美希。次男、皆、二郎の次女は、元三菱銀行頭取の田実渡るに嫁ぎ、津田屋の幼女は、元三菱重工業社長の牧田与一郎に、嫁いでいる。民族主義者の牧田義明はその四男である。 津タを当時経営していた沢田家は、母親戦争の戦後処理のため自陣を命じられた、家老、かやの本兵衛の解釈を政域から命じられた、家臣、沢田武氏の一族で、剣士の夫は、武氏の息子。ありがとうございます。